かわからないわけですね。なぜもっと早く東電は自らの判断で回収の注入やらなかったんですか。清水参考人。原子炉の冷却中枢についてはこれ最優先に進めてきたわけでございます。で、中枢にあたりましてはまずは、手近な使用可能な水素の操作あるいはそれによるポンプによる注入というのを優先的にやってきております。まあ、同時に、淡水には当然限度があるということから、海水の注入に備えて、ホースの引き回し等々の準備を並行して進めてまいりました。そういう意味で、大変通信手段等のさまざまな途絶等の厳しい条件の中にあっても最善の努力で海水注入をやったと私どもは理解いたしております。それとやはり、海水を入れるということに関して言いますとやはり、海水に含まれる不純物によって、燃料の効率の冷却の効率が悪くなるとかあるいは非常に腐食が進みやすくなるというようなことは、これは科学的、技術的に分かっていることでございますので、当然、その注水の順番というのは、まず淡水からしっかりと始めてきたということも併せて申し上げておきたいと思います。以上でございます。大門美樹君。最善の努力をやってて、なぜ爆発してしまったんですか。何を言ってんだ。で、その効率じゃないでしょ。海水入れたら廃炉にしてやらないと、ダメにするのを怖かったんでしょ。そういうことじゃないか。何言ってんだろう。ダメだよ。で、ちょっと時間の関係でね、もう要するにね、もともと普段から備えもしていない、そして起きた時も、廃炉を怖がって、なかなか海水を入れない、しかもこういう、原子力安全基盤機構が出した知見さえ知らないと、もう二重にこう人災なんです。で、しかも政府の対応も、菅総理が自ら認められたように、政府の対応も含めてだけどね、特に東電の責任って大きいですよ。自覚しなさい、ちゃんと。で、ちなみに総理に伺いますけど、総理はあれですか、この、お示ししました、原子力安全基盤機構のこの予測、報告というのは、ご存知でしたか。菅総理大臣。この事故が起きる以前には詳細は承知しておりません。大門美樹君。もし知っておられたらヘリコプターでちょうどこの時間に現地に視察に行かれましたか。菅総理大臣。私が11日に最初に電源が落ちたときにいろいろ保安員、あるいは原子力安全員、そして東電の関係者と一緒にですね、議論したときには、最初は電源車を送れば大丈夫だというか、冷却機能が回復をするというところから始まり、それを送ると手当をいろいろいたしておりました。しかし、そういう中で、ベントが必要だということが基本的にそういう皆さん、専門家の皆さんを含めて、一定の合意になりましたので、確か12日の午前1時30分だったと思いますが、私も了解のもと、海江田大臣の方から、ベントをするようにという指示を出しましたので、私としては当然、指示に沿ってイベントは的確に行われるものと考えておりました。私はいわゆる津波の被災もきちっと見たいし、また福島の原発の現場における状況もきちんと把握したいということで、出発をした次第であります。大門美樹君。ですね、要するに全電源喪失したのは11日の3時42分で、総理がヘリで出発されたのは12日の6時14分ですよね。
で、申し上げたいのはですね、この図にしたとおり、この全電源喪失から十数時間というのが、これがもうポイントなんですよね。この一瞬一瞬の判断、それもしかも適切な判断をしなきゃいけないと。で、やらなければ、東電がああいう体質ですから、やらなければすぐやらせるということをやらなきゃいけない十何時間だったわけでございます。その時にですね、やっぱり官邸を離れられて、しかも保安員も一緒に連れていくなんてことはね、大変不適切だったと私思います。で、仮にこういうものを知らなかったとしたらですね、今となってはやっぱり不適切だったと、総理は午前中の答弁でね、何ですか、現地の状況をつかむことも必要だと、その後の対応に有効だったと、まあ、一般論で言えばそういうことかもわかりませんが、後から知らなかったかもしれないけど、こういう時間だったということを、後から分かったら、やっぱり不適切だったと、今、お認めになるべきじゃないですか。菅総理大臣。